じゃあ、軍団、備え配置で、その、全備えで、絡めて、これで OK だな。さ、おお、やっぱ俺と同じような、配置になってるな、敵も。希望か。意外に士気下げられるのが結構辛かったりするよな、これ。一人ついたか。これ、門にね、取り付いてない時がね、この特技の使い時だと思うんだけども。そうだな。かといって、門を壊さないわけにはいかんので、強襲しつつ、で、敵が張り付いてない時にできれば特技を使いたいけど、そんな言ってられんか。毎回張り付くやな、どうせ。じゃあいいや、使っちゃえ。そうだな。やっぱあれか。やっぱ、つげさんの方だったか、門爆破を持ってるのは。ちょっとどっちか迷ったんだけどな、伊賀崎とつげで。まあいいや。じゃあ、どうしようかな。雷爆使ってみようかな。せっかくだし。どうせ取り付いてる奴がいるし。まあ、総大将に使おうか。あ、違う、2番じゃないだった、あいつ。まあいいか。じゃあ、で、特技で、呪文爆破、これだな。これを使うと、呪文を破壊すると。まあでもそうだな、一応取り付いてない時があるんじゃねえのかっていう期待を抱いて一回やめておこう。強襲して、あ、そうだ、井出浦の特技を見とかなきゃ。あ、こいつも呪文爆破あるな。なんで使えないんだろう。寄せさんか。気合足りなかったっけ。まあいっか。んー、でもなんか援軍が来るまではちょっとあれだね、俺が、一面に受けることになるな。よし、取り付いてない。今がチャンス。ここでモグラ攻めやります、まず。取り付かないとかアホだろ。これでもう大ダメージだから。どんだけ大ダメージなんだよ、お前。今、8割以上減ったろ。よっしゃ、二の丸いくぜ。今の凄まじい減り具合だったな。気持ちいいくらい減ったな。あ、張り付いたな。これ張り付かないのを狙って、そうだな、今気合5か。じゃあ待機して、ちょっと張り付かないのを狙ってみようや一回で。そうだな、こっちも待機で、でこれは呪文爆破か。一回やってみるか、呪文爆破。あ、つげさんやっぱ持ってるんだ。あ、いえ、あ、そっか、つげさん連れてきたんだった、俺勘違いしてた、ごめんね。一回やってみよう、爆弾の威力。これでどんぐらい食らうかだよな。おー、なかなか減るね。これ取り付いてなかったら5割いくんじゃねえか。さすがにそこまでねえかな。まあ、力攻めやっとくか。イデウラもなかなか、おっと間違えた。イデウラもなかなかいい感じだな。特技は。さすがに常任連中はね、もともと、てか名前ありがね、七子連中より相当いい札を持っているってことはね。じゃあ強襲しとくかな。おー、援軍来た。オッケーオッケー。よし、これでだいぶ、門の破壊も、はかどる。あー、やっぱ取り付くなー、なんだかんだで。もういいや、攻めちゃえ。ほい。ガンガン使っていこう、こういうの。よーし、ちょっとこれは強いね、ほんとに。いや、強襲して、もうすぐ落ちるな。あ、で、これはちょっと待機しようか。呪文爆破を貯めていこう、どんどん。で、力攻めの、ほい。で、ここで、呪文爆破。ちょっと誰が来てんのかな、徳川家。大殿自ら来たかな。痛み、誰だこれ。痛み安直、知らないな。大久保忠則で、オバマ影高か。水軍か。夏目、今川家。お、井伊直政。井伊直政がさ、総大将じゃないんだね。あ、勲功が低いのかな、きっと。まだ若いだろう。痛みは知らないな。多分水軍な気がするけど、どうだろう。まあ、いいか、呪文爆破で。ほい。これで、ドドンと。おお、開いた！土佐水軍滅亡。いきなり関係ないことを言ってくるなよ。よし、これはもう勝ったね。やっぱ楽勝だね、だいぶ。そしたら、モグラ攻めまで貯めるか。待機で。で、特技で。そうだな。じゃあ、いっか、強襲で。でも、門にダメージを与えんことにはな。で、特技で呪文爆破。これは、相当楽になったな、この特技を覚えたことで。力攻め、
これで、で、また縄文爆破まで待機と。あとは徳川軍にお任せだな。うん。ん？今見れなかった。こう戦闘中にこの、早送り使うとメッセージが見れないからちょっと怖いんだよな。うん。もう半分か。これ待機で、力攻め。何気に井出浦が宴会とか持ってたな。やっぱ札いいの持ってんだな。おおおおおし。これは次のターン落ちたな。もうみんな常人だからこれ誰が落としても関係ないからな。うん？里の守備軍に援軍が到着した？どういうこと？あ、援軍来たのか敵の。こっから野戦？もう本丸落ちてたろ今の。うわぁ、もうマジめんどくせえ。あ、でもそうだな、野戦になるっつってたな、コメントで。前回俺が楽勝じゃねえかみたいなこと言ってたら、敵の援軍が来たら、あ、やべ、左上にまだ敵が見えた。てかこれは、え、どうなるの？あ、でもちゃんと徳川軍の援軍もいるんだ。よかった。で、敵の援軍はどこにいるんだよ。あ、でもやっぱ忍術使ってくるな。敵の援軍は、あ、いた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 。本願寺。あ、鈴木がいる。鈴木貞雄。願勝寺昇恵。下妻よりかど。七里。あ、結構なメンバーで固めてきてんな。ちょっとこれは相手の総大将をぶちのめしに行った方が早いな、きっと。津田。あ、それともこっちの山で待ち伏せるか。いや、厳しいな、これ。敵軍2万2000人いるぞ。4000人も栄えてる。ちょっとこれはまずいな。まずったな。とりあえずこいつをぶち倒せば勝ちなんだよ。やべえ。やばい。ちょっと待って。特技で、そうだな。どうしよう。グレンの術とか持ってるな。ちょっとこれまでためようか。とりあえず少しずつ前進して、総大将を狙う形で行こう。そうだな、岩崎の特技は。闇討ちか。これをこいつに仕掛けたいね。どうしよう。希望、鼓舞。剣士、奮闘。奮闘使っとくか。で、そうだな。杉江さんは、お、棄却の術。これなんだ？言ってない間移動力はプラス3か。まあ、いらないな。そうだな。そしたらまあ、撃って、お、いいねいいね。そうだね。ちょっと入れ裏も前に出て、特技。お、お、めっちゃいいの持ってる。同士打ちの術。患者はなし敵を同士打ちさせる。やっぱいいの持ってんな、入れ裏も。うん。同士打ちを仕掛けられる二つの備え出しの忍術と知望が低いほど成功する確率は高い。おー。これはいいな。闇打ち雷爆。お、奈落も持ってる。すげえじゃん、ちょっとこれ。見直しちゃった。まあ、待機で。そうだな。どうしよう。ちょっと俺もなんか、特技が多すぎてよくわからんくなってきてるけど。さあ、引き込みが使えるから、ちょっと敵に近寄りたいところだな。とりあえずは、そうだな、神速。そうか、移動力プラス2か。神速はいらないよな。まあ、待機でいいかな。お、組打ち。いや、こいつらの鉄砲隊が怖いね。最下手だからな、やっぱ。よし、あとは徳川家にも頑張ってもらわないとな。うん。あ、やべえ、やっぱ逃げるな、あいつ。このままじゃこいつにどうせ追いつけねえから、いや、この辺をちょっと、絶滅させるか。
ょっとこの辺山の標高高すぎんじゃねえか、ちょっと。あんま前に行けねえじゃねえか。グレンの術。一直線に繋がっている敵の備え全てに火炎を起こして打撃を与える。おう。あ、つまり横に繋がってなきゃダメなのか。そしたら、どうするか。連携があるけど、あ、誰も隣接してないからな。いや、冷や打って。冷やじゃねえ。矢打って。ちょっと前進しよう、とりあえず。で、伊賀崎は、そうだな、普通にもうぶん殴るか。で、ちょっと前に出て、特技で、そうだな、雷爆。これ周囲だからな、周りにいないとな、連鎖してくれないよな。んー、じゃあ、ヒアでも撃つか。ちょっと微妙だな、これ。ちょっと入れ裏もここから、ああ、どうしよう。どうし打ちもな、隣り合ってないもんな、こいつら。ヒアで。後ろから回り込むか、半蔵。とりあえず近づかないとな、問題にならない。ああ、やばい。これ結構やばいんじゃねえのか、もしかしたら。おー、よし、相手は、あの、左のあいつは一人ちょっと死にかけてるけど。よし、来た来た。とりあえずこっちに出てきてもらえれば、よっしゃ。そうだな。じゃあ、もうさっさと引き込みしておくか。引き込み。これ、軍資金を使うんだよね、これ。1541。308人か。ちょっと少なくないか。大丈夫か。そうだな。もう一人ずつ撃破していこう、今回は。そうだな。連携使うか。あ。誰も、あれだな。隣り合ってなかったな。じゃあ、今回は普通に殴る感じでいいか。で、つげを前に出そう。つげさんで、特技。そうだね、雷爆がちょっと使いづらいな。甲状腺だと全部隣り合ってるから使いやすいんだけど、そういうわけにもいかんね。闇打ち、同士打ち。ちょっと、特技をうまく活かせてないな。で、そうだな、ヨセさんは、連携は使えないし、ヒアでも撃つか。まあ、確実に敵の兵士が減ってきてるから、なんとかなるかな。でも合流されるとクソ厄介だな、これ。雨降らねえかな、雨。マジかなり苦しいぞ、これ。あ、城に入った、あいつ。退却か。んー、でもちょっと厳しい。あ、でもちょっとこっちに来たな。一気に攻めたいところだけど、サミダレ打ちはちょっとあれだな。引き込みを当てに行かないとね、半蔵は特に。いや、こいつを、よし、いいね。そうだな、杉江さんを前に出して、まあ普通に殴るか。で、確か、ヨセさんが連携があったから、ここで連携を使って、まずこいつをぶっ潰す。よし。で、これで、これ城取ったらどうなるんだろうな。城入れねえのかな。さすがに入れねえか。そうだな、どうしよう。伊賀崎で、闇打ち。あ、いける！闇打ちするか。頼むぞ、伊賀崎！殺せ！よっしゃ！これ勝ったっしょ！もうあいつも半減だからな。いけるぞ、これ。伊賀崎さんさすがっす。あ、やばい、三段打ちとか。怖い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 、それ。あ、結構大丈夫だ。鉄砲隊は本当にね、信長の野望の鉄砲隊ってすごいチートだから、鉄砲怖いんだよ、この光栄シリーズの鉄砲隊は。よし、徳川家もようやく来てくれたな。よし、これは勝ったな。なんとかなりそうだ。あ、逃げやがる、あいつ。あいつを逃がしたくはないな。
とりあえず半蔵の兵数を増やしつつ行きたいんだよね。つうわけで、ここは引き込みで、金を蹴散らす。ああ、軍資金がない人か。こんな時に俺の貧困が、あだになるとは。もういや、連携しよう。ほら、これ一発で殺せ。ああ、もうちょいか。もうちょいか。そうだな。そしたら、つげさんで、ちょっと前に出て、そうだな、どうしようか。雷爆剣手。いいか、ヒアで。あ、間違えた、そっち撃っちゃった。まあ、いっか。そしたら、伊賀崎で、殴って殺せるか、これ。いや、殴れ。ぶん殴れ。あ、もうちょいか。よし、よし、よくやった。寄せさん、よくやった。これ、いけんじゃねえのか。じゃあ、寄せさんで、なんとか、あいつを叩けないか。これ、ちょっと前に出すぎかな。あ、これ出すぎるな。ちょっと、この辺から、こう、奇襲をかけたいな。ああ、あんまないな。そうだな。ヒアでも撃つか。これでどんぐらい食らうんだろう。これ相当減ったら面白いけど、あ、そんなでもない。そんなでもないんだったらちょっと怖いな。あんま前に出すぎるとね、同士打ちとかやりたいんだけど。同士打ち範囲どのぐらいなんだろうな。あんま離れてると無理なのか。ああ、結構難しいね。奈落千里眼。雷爆があんま届かないからね。そうか、ちょっとじゃあ、剣士で。徳川家が来るまでちょっと、あまり前に出ない方がいいな、これは。合流した方がいい。ちょっと兵士数もだいぶ追いついてきてる。うわー、やばい！小系の三段打ち。でも三段打ちとか怖えよ、マジで。よし、みんなこっち来た。いいぞ。ガンガン出てきてくれ、前に。今なんか一人消えたよな。あいつはもう城に入ったってことか。え、城に入るってどうすんだ？俺も城に入れんのか？俺もしかして。城に入れる？入れないよね。なんだったんだろう今の城に入る的な動きは。変な動きをしたよな。やべ、半蔵めっちゃ食らってる。ちょっと危ないな。どうしようか。あんま前に出たくないんだけど。そうだな。雷爆。ちょっと難しいな、この辺。こういう本気の野戦ってあんまないからな、今まで。ちょっと入れ裏で前に出て、あんま隣接してしまっても怖いからな。みんな鉄砲隊だったら離れてても損だな。そしたら、あ、こんな時になんか、あれがないな。よし、これ近寄った方がいいな。今のでちょっと見えた気がする。あ、でも伊賀崎でちょっと兵数が少ない。でも近寄らないとこれは厳しいぞ。で、あの隣接してるあたりにちょっとなんか、同士打ちなんかを仕掛けてみたいとこなんだけど、どうだろうな。そうだな、雷爆はどうだろう。こっちに打つか。こっちに打つかだな。こっちか。おお、かっけえ。あとはどうしよう。特技で、そうだなぁ。あー、どうしよう。サミダレ打ち。これでどんぐらいかなぁ。おー、で、寄せさんで、そうだなぁ。特技。あ、もう何もないか。ちょっとこの辺でちょっと待機してもらおう。いや、ここにいればいいか。これ待機だな。これ壊すか。よし。よし、徳川軍ちょっともうちょっと前に来てくれ。俺がやばい、俺が。まさかこんな苦戦することになるとは。もう城落としたも同然だったのになぁ。くそぉ。一旦でこんな苦しむことになるとか。マジきついって。つかもう城取り囲んでんだから落とせや、もう。これ落とせるだろ、城、どう見ても。マジで。城入ろうぜ、落として。で、防衛戦にしようぜ。しようじゃねえか。ちょっと敵の総大将ドイツだ。こいつは5番じゃないか。あれ？あ、こいつか。くそ、ケンニョ。マジで。きついぜ、ケンニョは。ちょっとみんなあんま、気合が溜まってないな。これで、
そうだな、同士打ちいけるか。あー、ダメか。じゃあ、ライバクって何なんだろう。周囲だもんね、隣接してる奴がいないと意味ないもんな、これは。いや、殴れ殴れ。よし。もう連携するのがね、一番大きいね。で、これで撃って、よし、いいぞ。どんどん連携するな、こいつ。あ、でもな、900人しかいないし、伊賀崎。ちょっと厳しいなぁ。あー、まあ、気合もないし。よし。で、こっちからもう殴りに行くか。ほら。よし。この波状攻撃やべえ、さっきから。よっしゃ、鈴木忠雄。これでだいぶ楽になるはず。あー、鉄砲隊が怖いって。あ、早打ちか。ガンガン減るな、ほんとに。ちょっと半蔵が減ってしまってはあれだからな。ちょっと半蔵下げた方がいいかもしれん。ていうか、お前前に出てこいよ、お前よ。そんなとこいねえでよ。そうか。まあ、兵数的にはこっちが上回ってんだから、ここで負けるってことはねえんだよ。とりあえずドイツから攻めりゃいいんだ。みんな隣接してねえからな、忍術がちょっと使いづれんだよな。これ城入れや、ほんとに。入れるだろ、これ頑張ったら。ちょっと、あれだな。伊賀崎さんがちょっと危ないな。イデウラちょっと伊賀崎さん守れ。これあんま近寄っても怖いから、闇討ち行くか、これ。闇討ち行ってもなぁ。成功しろよ。行けよ、イデウラ。よっしゃ、さすが元忍びの頭よ。やってくれるじゃねえか、やるときは。これもう近寄ってガンガンぶん殴ったら勝てるだろ、こんなやつ。能力値半減してるからな。これで、ここから届かねえか。柵壊せ、こんなもん。あ、やばい。ちょっと怖いな、これ。あ、でも勝てるな、これ。うん。お、逃げたな。そう。あとあいつだけなんだけどな。なんとか勝てそうだけど、相当被害を被ったな、こっちも。ちょっと危険ではあるな。よし、退却させた。危ねえ、マジで。よし、ちょっと、だいぶ減ったけどな。これもう一回攻め直さなきゃいけねえのか。うん。あれももう、あれだな、本丸までいけるな、一発で。よし、士気は高いけどね。あ、間違えた、間違えた、間違えた。よし、じゃあ全軍で、本丸落とします。うわ、もう、兵士補充してんじゃねえよ、こいつよ。まあいいや、行くぜ。これで軍備終了して、お、和議の使者。ほう。何をしに参ったのじゃ。和議の、あ、やっぱ死者出せるんだ。防衛側でも。うん。まあ内容を受け入れよう。ん？降伏。降伏ってことはさ、もう完全に城は俺のものになるってことでいいのかな？まあ受諾しようかな。うん。まああえてね、城を落として全員ぶち殺す必要もないしな。よーし。いやー、マジきつかった。寄せさんはほんと頑張ったぜ、お前。マジ頼りになったな。伊賀崎も同じく、俺も同じく。ていうか一番頼りになったのもしかしたら井出浦かもしれん。野戦で一番頑張ったの井出浦だったな。あと寄せさんもだけど、よくやったぜ。よし、ちょっと本気戻らせてくれ。さすがに疲れたろ、今のは。危ないとこだったもん、ほんとに。いやー、ここまで苦戦したのは初めてだったな。よし、ちょっと、
一旦セーブしようかな。一旦というかもう今日はじゃあこれでおしまいとしようかな。お、よしよし。まあ、OK、OK。じゃあ、ありがとうございました。